おはようございます。今日は土曜日です。今日はねスパルタンレースの練習会に参加してきます。かなりねハードらしいんでちょっと怖いんですけど、気合で頑張っていきたいと思います。スパルタンの方ともねあんまり絡みがなかったんでね、これを機会に仲良くしたいと思います。その前にジムで軽くトレーニングしてきます。今日のコンディションです。昨日より体重はちょっと増えちゃったけど、まあ、気にしたら負け。朝プロテインです。これ飲んでね、今からはハードな練習会があるんでね、ちょっと辛いんですけど頑張りたいと思います。日比谷公園到着しました。めちゃくちゃいい天気、いやトレーニング日和や、まあ、めっちゃ緊張するんですけどね、頑張っていきたいと思います。時間でしたね。最高に気持ちよかったです。スパルタの練習会めちゃめちゃ楽しかったですね。まあ疲れたんですけど、普段やらない動きをね結構やったんで、まあ、いつもと違う刺激を味わうことができました。今まではね自分のフィールドでしかねトレーニングしてなかったんで、まあ自分のフィールドで生きてたんですけど、自分のポテンシャルの低さを思い知らされました、全然走れないですし、もう苦手分野がねめちゃくちゃあったんで、これから全ての分野でねある程度そこそこの実力を出せるようにやっていきたいなと思いました。まだまだやることが多くて楽しみです。本当フィットネスはね最高です。最近ジムに行き出してね、まあジムの魅力も分かってきたんですけど、やっぱり公園に行ってみるとやっぱり公園楽しいなっていうのが僕の実感でございます。日比谷公園でもらったパンケーキです。プロテインオートミールとブラックコーヒー、いただきます。おはようございます。ちょっとね2日間ぐらい体調崩しておりました。その間ちょっと食べ続けてましてね、顔がパンパンでございます。これマジでめちゃくちゃ体重増えてると思います。今日のコンディションです。やばい、最強のむくみ、これはちょっと頑張ってむくみ落とさないと、はい、切り替えます。お仕事に向かいます。空腹を抑えたい時はねブラックコーヒーを飲むといいです。利尿作用もあるんでね、むくみを取るのにもいいんで、食べ過ぎた翌朝はね結構飲みます。体重めっちゃ増えちゃいましたね。もう本当 2,3 日でねこれだけ増えるのかというぐらい。今日のコンディションです。やばい、最強のむくみ。まあそれだけ食べてるんですけどね、普通の人やとねそこまで増えないのかもしれないですけど、僕ほんまにスイッチ入ったらねアホみたいに食べるんで、まあこの3日間ね動画に撮れてないんですけど、ほんまにずっと食い続けてました。朝プロテイン、安定のプロテインオートミール、仕事終わりのバナナ、オートミールです。仕事終わりました。また明日からも頑張ります。さよなら。おはようございます。今日も一日頑張ります。今日のコンディションです。まあ昨日に比べたらむくみ引いたかな。まあでもちょっとまだひどいですね。先日のねスパルタンレースのトレーニングでちょっとバランス感覚を鍛えるトレーニングやったんですけど、僕全然バランス感覚ないなということをね思い知らされたんで、これからちょっとね特訓したいと思います。まあ、このぐらいはね余裕でちょっとパフォーマンス見せながらね渡れるようになりたいと思います。
仕事終わりました。今から散髪に行きます。ヘアサロンドロップ。髪の毛切りました。かなりスッキリしました。プロテインオートミールです。髪の毛切ってさっぱりしたんはいいけど、ちょっと顔が丸いのが目立ちますわ。早く痩せないと。いただきます。おはようございます。今日も一日頑張ります。とりあえずまず朝の運動からやっていきます。今日のコンディションです、マシになってきた。オニューのイヤホンです。 CMF っていうね、かなりおしゃれなブランドなんですよ。なんかね、レトロ感があってめちゃめちゃ味のあるデザインなんですよね。プロテインを使ったスムージーを作りたいと思います。仕事終わりました。いや、今日はかなり遅くなっちゃいましたね。ヨーグルトにプロテイン入れました。これ簡単に作れて美味しいんですよね。うまい。今日のコンディションです。順調にまたむくみが落ちて戻ってきましたね、体が。プロテインオートミールです。いただきます。味噌汁にオートミールを入れました。いただきます。今から一人旅に出ます。田舎にやってきましたよ。湘南です。一戸建ての別荘を借りたんで、今週末はね、優雅に一人でね過ごしていこうと思います。めっちゃ良さそうな公園見つけた。なんやこの敷地の広い公園。スミスの家、湘南瀬島。いや、めっちゃいい感じじゃないですか。お部屋の方はどんな感じなんでしょうか。じゃーん、めちゃくちゃいい感じでございます。おお、ここが寝室かな。まあまあ広くはないですけど、一人で泊まるにはちょうどいいですよね。まあ、ちょうどいいというか贅沢すぎますわ。たまには一人でゆっくりする時間も欲しかったんでね、贅沢します。ブラインドを開けるとこんな感じで外が丸見えです。湘南の海が見えます。とりあえずね、ちょっと今からまだ仕事が残ってるんで、仕事したいと思います。ここでねプロテインケーキ作ります。背景がいいんでおしゃれ感出てますね。ちょっとレンジ高くね。僕の身長が低いだけか。よいしょ。プロテインケーキの完成です。いただきます。露天風呂入れてます。ちょっと屋上があるようなんで上がってみます。うお、めっちゃいいやん。最高やん。露天風呂が最高に気持ちいい。仕事のことばっかり考えてたらね、ちょっと脳みそ固まっちゃうんでね、こうやってリフレッシュすること大事です。ユーグレナのリカバリードリンク。ドルのブラックコーヒーです。クッキングやります。おいおいおい、どうでしょう。おお、オープン。うわー、めっちゃいい感じやんけ。ケチャップを大量にかけて完成でございます。
そうなるか。次ブレーキの方決まったじゃないですか。それでちょっと豆腐納豆です。食べるものはブレず、いつもと一緒です。今週も1週間無事終わりました。体調不良からね始まったんですけど、まあ、最後にはねかなり体調も戻って、まあ、絶好調な感じで終われてよかったです。まあ、今日は贅沢にねこういうね貸し切りの宿を取ったんで、もう体を休めようと思います。もうここから幸せな時間なんでゆっくりとしたいと思います。ということでありがとうございました。おやすみなさい。